信虎の後謙信が控えてるっていうこの状況もやばいけど。まあ7000ぐらいだったら余裕だな。どうだろう、サクッと落ちないかな。軍が来たようですが勝ちは揺るがん。ただちょっと人数 うざったいねこれ。まあサクッと行かせましょう。落ちなかったらめんどくさいんで。48日包囲この城もらい受けよう。岡戸養城、お工場かな確かこれ。行こうか。出陣しよう。完全にさ戦線を伸ばしすぎてダメな感じに見えつつも、プレイヤーから同盟を申し込むっていう最強の方法によって同盟さえ結んでしまえば余裕で倒せるんですよね。みんな見事な戦でよいしょ。じゃあ檜山城44日、多分そろそろ撃てんじゃねえの。総武事例撃てないかな。ご命令くだされ。撃てないんだこんだけ国だって撃てないんだ。あと1カ国足りないみたいですね。どこでしょうか。まあその浅井の小谷城落としたら終わりそうだな浅はかなり。浅井家に下った松永久秀がどうぞ。ちょっとねこの状態で下るみたいなところ行って笑ってしまいましたねまあ浅井家なら別に問題ないですよすぐ回収終わりそう。我らに歯向かうと愚かなものよ。羽黒城に到着。26日ですね。よいしょ。勝ち時を上げよう。香水事情突破。かたじけない。てかこんだけさ攻めてるところを見たらさ、火災家動こうぜ。その兵は何のためにいるんだい。こんな攻め得なチャンスを棒に振るって。64日。よいしょ。いただくとし黒井城っていう城が落ちたらしいですが、果たしてどこにあるのか。ただ武田隊だったところを見ると、あここだね。手を打とう。てか山名一回も動かなかったな。この状態でなぜ動かん。まあいいけどいいけど動いてほしいですよね。よいしょ、いろんな子が元服して、広忠とかつけられてますね。お、武田信繁登場だ。やった。これ信玄の弟ですね。これも優秀なんですよ。いやー、90、82。知略も84と。いやー、全面的に強いですな。そして、まあ、総武士落とせるんですけど、一旦、ちょっと100超え武将とかの関係でね。始めるぜ。今攻めてるところの、長宗我部と、あとは松中久秀が下っちゃった浅井家を滅ぼしてから100超え武将の数は数えていきましょうか。なんかワンチャンこの辺で100超え能力値上がるのあるかなーなんて思いつつもないですね。まあ取らなくていいか。じゃあそして、あ滝川一益、意外と優秀な赤井さんか。でも、カズマスですね、これで、今一番欲しかったのは。志果たさずして、賞は終えられるな。畠山家が大将と。知ったこっちゃないんで、そのまま行きますと。我らの勝ちの意味。完璧ですな。じゃあ、総敵隊は、総敵隊は仕事終わりましたね、完全に。じゃあ、返していただいて。悪いが、負けられぬのでな。よいしょ。まあ、この辺も軍余ってるんで、とりあえず出すか。好きにやっていただいていいぞ。よーし。特に何も考えずに、安藤隊が落ちましたね。行くぞ。出
出陣するぞ。出浦とか言ってるな。そんな強いか。34日だけど、じゃあ交渉できるなら。朝廷の使い、はい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 、式部卿結構来てんじゃない。この朝廷の使いに関してはほぼほぼ普通こんな来ないですからね。お金があったとしても。で、相良対大内はもう落ち着くしかないね。で、そういえば大友一応婚姻結んどく。あ、まっ、結べない。結構娘とか揃ってるんだけどな、うち。あ、財助政。この城もらったぜ。よいしょ、終わりましたね。じゃああとここを落としていただいて、27日か。南部も頑張ってるけどだいぶ辛そう。高祖壁ってことはこれは長祖壁のやつかな。長祖壁もね、さっさと落ちていただかないと困るんでね、ささっと下ろしましょう。特攻城に到着。何も考えずに攻めてるんだけど、勝ちは揺るがんぞ。で、北さんは返してやろう。勝ち時を上げよう。手を打とう。いざ参ろうか。と無策で攻め込んでて、なんでこんなうまく取れるのか不思議なんだよな。あ、笠井家との親善が終了と。で、神保を取り込めるらしいですね。まあでも百越え武将の数にはあんま関係ないかもしれない。大怪我や上杉いるんじゃない、優秀なの。あ、太田さんがいるんだ。これは優秀ですね。そして千葉家、はいはいはい、これも北条の拡大を防ぐために取り組んだやつだけど、あんまり意味ないな。雲野家、雲野家はいる。真田がいる。雪高が、あ、真田雪高、知略102、高っ。雪高優秀。ちなみにこんだけ国力強くなったらワンチャン従属とかしないかな。畠山従属しないのびっくりだよね。まあとりあえずあとは長宗我部となんか倒していただかないと困っちゃうね。よいしょ。まあでもこれももう終わりでいいんですよね。よし、秋城の本丸を落としたと。国近がいると。でも100超えじゃないな。まあ今ここで100超えじゃない武将を取って100超えまで育つかと言われると育たないですからね。そこだけはちょっと残念なところなんですが、まあ良いでしょう。大内対相良かな、今の。貴様ごとき。よし、我が敵ではない。ということで、浅井家は武田家によって滅ぼされましたということで。帰ってこい、久秀。91か。まあ今もう一回仕えてくれるって言ったけど、そんなに忠誠低いことあるって思っちゃうんだけど。とりあえず大宴会だけ言っときましょう。果たさずに死ねるかよ。よいしょ。で、結構武将来てますね。次なる戦も必ずやった。よいしょよいしょ。何にも考えずに適当にやってるだけで、まさかこんなに領土が取れるとは。よいしょ。ご命令くだされ。じゃあまあ早速ね、もうとりあえずやるべきことはやったかなという感じで、総武事例を下ろしていきたいかなと思います。まあ総武事例を下ろす前にどこまでうまくやれたのかということで、武将数336、あ、総武事例打てる領土を獲得した割にはやっぱ武将数少ないですね。この時代はちょっと早いんで、まだ生まれてない武将が多いのかな。で、兵糧収入も20万ぐらいですか。まあ結構あるけど、まあ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 、これはありがたいかな。まだ鉄砲、足軽とか来てない段階ですもんね。早かったね、クリアまでが。で、まあ105位武将毎回数えてるんで。あ、105位武将全然いないじゃん。
1,2,3,4,5,6 たった6人嘘道さんがワンチャン超えてた信秀あーそっか雪田か優秀な武将だなっていうやつはいるんですけど育ちきってないのかな結構辛いですね105武将6人あちょっとそれは悲しいなこれあれか同盟強いところと同盟結んだから105武将を回収してないみたいなため影と柿崎影家あ上杉謙信が生まれてないんだまだでもここ2人いるんだね長尾家で扇かやつじゃないね山内上杉は長野さんがいますねで北条だ北条もねいるんですよね氏綱と氏康ほんと北条の最盛期みたいなステータスしてんなで今川義元今川はそんな強いのいないんじゃないお今川いるわあれこれでも福島綱成ってこれ勝ったっていう北条家に行くやつなんですけどまだいるんですねここにで今川義元と大元節さん見る結構105位武将いましたね残ってるかちなみに東北勢はここが105位なしなんですねうーん意外ですなまああと105位いそうなガッサン戸田の常久うん尼子常久は優秀ですねただ83歳なんでそろそろ病気で亡くなってもおかしくないかなといった感じあとは毛利の息子たちあでも高本しか生まれてないわちょっとまだ三男とか四男とかが生まれてないで末春方とか優秀なのいそうだけど105はないと大友家はどうなんだっけ雷神がいそうですね名前が出てこないですねああベッキ秋面ですよそうただベッキ秋面しかいないんだ意外だなちなみに島津っていう4兄弟はまだ生まれてなさそうかあまだ生まれてないんですね本当に完全な前の時代って感じですねということで、まあ、105位武将はやっぱりこんだけ国土持ってて6人しかいないっていうのはまあ優秀な武将取れてないっていうのもあるんですけどそれ以上に生まれてきてないっていうのがでかかったかなといった感じでございました。まあ今までね600人とか終わる時に武将いるんですけど今回300人ぐらいなんでね半分ですからね。じゃあ総武事例下ろしますか。ということで当家の意は天下に轟いております武家の棟梁として総武事例を発し戦乱のように幕を下ろしますかということなんで下ろしましょう。ゲームエンディングじゃい。チャカちゃんということでね、あなたに敵対する勢力はなくなりました。武田家のもと天下は統一されたのです。総武事例は天下総武事例とも呼ばれる。総は総と同様の意味、すべてという意味である。無事は死闘を禁じる意味、ことのない状態であれ何もするなという意味にも取れる。この乱世、戦より他にすることもなし、天下総武事例ともなれば何もできぬ者も多かろうな。それで良いのでございます。何をなすにも殿の許しを得ねばならぬ。それこそが殿が天下人たる証にございます。そうだな、この総武事例こそ我が力の証。乱世で最も大きな力を持つ者、それは戦いの勝利者に他ならぬということ。我こそが天下の主、我に背くことも我が意を得ぬ者も許さぬ。総武事例はこれに背く者が滅ぼされるという武力が示されていなければ効果を発揮することのないものである。あらゆる戦いに勝利する力を持ちながら無駄な血を流すことなく武力を抑止力として行使する支配者、それが乱世という長き戦いが生んだ近代的な時代の指導者であると言えるのではないだろうか。ということで総武事例発布でございます。まあ最初武田家ね城3つというところからスタートだったんですけど、史実のこの武田信虎君はね北条今川と結構敵対関係にあって、北条今川序盤ではかなり大国だったので、まあ動けないと
というところでね、国土拡張この男はできなかったわけなんだけど、今回は、まあ、北条家今川家と長息で同盟を結び、あの大木ヶ谷上杉、山の内上杉まで含めて関東全体を味方にしてね、一気に国土拡大ということで中部地方にね進出して、まあ、長野あたりをね一気に手中に収められたかなといった感じでございました。でそれと同時にね、今度は関東にも進攻して、関東に行くことによって北条家の動きを止めると。基本的にね、関東をこのまま出兵しないでいると北条家が関東の弱小国を全部倒して巨大勢力になってしまって、自分が今度東北方面に国土伸ばせないっていうので、そうしてしまうとね、あの城攻めどっかと戦わなくちゃいけない、大国と戦わなくちゃいけなくなってたんで、まあ、それは作戦として正解だったかなといった印象でございました。あとはまあ今日入ってね、一気に適当に戦いまくって城を取りまくって、で大内とぶつかるところまで行った後は、あとは内部勢力を一気にね、敵対してる内部勢力なんとか倒していって天下統一といった感じでございました。まあ、今回はね、従属っていうのがかなり多かったかなと思いますね。まさか山の内上と関連ですからね、価格もめっちゃ上みたいな、まあ、うち源氏の主流なんで、まあそれで従属応じてくれたのかなと思うんですけど、そこまで一気に取れるとはという感じでございました。まあ、心残りがあるとすれば、上杉家長尾家か、あの為景とかね、結構城を持ってる数少なかったんで、同盟、婚姻同盟を結ばないで、まあ、ガンガン攻めていってもよかったのかなといった印象でございました。まあ、北条とか戦うとなると大変だけど、同盟で味方にしてしまえば簡単という感じでしたね。ということで、まあ、今回武田信虎編はこんなところで終わりにさせていただきたいと思います。まあ、結構ね、僕コメント欄でこんなことやってほしいとかね、依頼とかこう面白そうなねコメントありましたら、それをね参考にして次の動画とか作ったりしてるんで、まあ、ぜひともねそこに何かあれば書き込んでいただけると幸いでございます。ということで、また次回何かの動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。